まりました。サムポツのインド三角怪獣力本拠拠です。あ、音大丈夫ですかね。もし聞こえづらいとかがあったら。はい、で今週はですね、第2週なので埼玉行く所から放送します。ちっちゃいみたいです。です、今日はですね、いつも通り和田と、はい、カイです。事務所のカイさんがお手伝いに来ていただきました。お願いします。はい、こちらこそお願いします。はい、で今日はお弁当を作りたいと思います。はい、風邪治りました。はい、治りました。はい、まずまずほうれん草のおひたしを作るので、はい、ほうれん草を入れましょう。はい、はい、今日はカイさんが先生なのでじゃあこれお塩を小さじ1杯くらいかな、回って回って入れていいです。はい、もうちょっと、はい、いいです。はい、じゃあこれね、はい、もう全部茹でちゃいましょう。はい、これこのままそのまま、はい、はい、本当はこの下の方から茹でなきゃいけないらしいんですけど、はい、入らないのでこの下、この葉っぱの部分からバッと入れて少し茹でたら、はい、うん、はい、はい、柔らかくなったらググッと押して入れてください。そうだね、グイグイ、うん、そうだね、そうそう、揺らしながらこうやっていくといいかな。そう、今日はカメラ2つ用意してあるので、文字大きくなるんですよね。
声出さないです。はい、サーマ交通の埼玉営業所です。
ですね。はい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 。それは無理。カメラ右手がかぶっちゃって。
ね。スプーンで。ひょっ。うまいうまい。うまいうまい。そうそう。じゃあ、みかえさん、はい、先生さすがっていうコメントがありますか？いや、ここ、ね、全然さすがじゃないです。
きはね、切っちゃうよね。そうですね。なので、お弁当に詰めちゃうのは、そうですね。わかんないんですけど。で、
ご飯の町、はい、ご飯の町。あとは
やることは。あとはもう詰めるだけです。詰めるだけ。だけなんです。おお。完成まで行く、はい、あ、それはお芋ですか。お芋です、さつまいもです。お芋とちょっとなんかこのカメラの前にこれ今日の具材ですって言って。あ、そうですね。いい、そこ、ここのカメラ、はい、まず一品目、はい、これはたくさんウインナーです。はい、たくさんウインナーが入ります。はい、二つ目、卵焼きです。はい、近づけない、はい、近づけない、はい、カメラに近づけない、はいはい、で、まあ、焼き焼いた生姜焼きです。はい、生姜焼き。あと、まあ、ほうれん草、ほうれん草ね、はい、ほうれん草のだしです。はい、はい、まあ、あとミニトマト、ミニトマトも、まあ、ちょっと、はい、なんかカメラの前にさ2秒ぐらいちょっとストップしてあげてください。はい、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 そうですね。ちょっと、まあ、フリルレタスですと、お芋、はい、お芋、お芋です。これだけ、はい、これだけ、1、2、3、4、5、6、はい、あと、まあ、ご飯7種類、おかずね、多いです。多いですね、美味しそうだな、彩りがいい、彩りそうなんです、いいね、なんかね、コメントでも彩りが本当に、はい、あ、いいよ、よかった、よかった。はい、じゃあご飯を詰めていきましょう、はい、どうぞ、はい、今日は2種類のペーです。さあ、まいりましょう。はい、どうやって詰める。こういうセンスも、はい、ご飯が先に、食べるようです。
よね、透明なんだよ。あ、本当だ、すごい。手掴みしてる手掴みで言うのがない。あ、これですね、はい、ごめんなさい。
丈夫、はい、なんかマニキュアの なんていうのあれつけるみたいなね。つけるんだ。多分。あ、そう。子供が小さい時はのっぺらぼうのタコサミンナしか知らなかった。女子してる。この中に中国料理と言えるものがあります。中国料理、生姜焼き、そう、なんだろう、わからない。そちらうまかったらキャラメルとかのあれもやりたいなと思ってます。このコーナーメット多分そうかな。でもね、私も作ったことないキャラ弁は。難しいですね。手先の器用な人は。私は白目が作ってたんです。タコの目ね。そうです。どんな感じですか？ちょっとカメラの前に。彩り大事なんでね。そうです、はい、バランスもよく
10分。食べます。あ、食べ、あの残ったのがやっぱもったいないんで、そうです、今日はそうです、バナナロールを買ってきて、ごめん、違うの、これもそうなんだけど、まあ、なんで私が卵を持ってきたかっていうと、はい、こうギザギザの卵を作れる、あ、そう、花柄、あのパカッて今日は伝授します。あ、マリナちゃんも、はい、ちょっと待って、ギザギザ、ちょっと待って、ギザギザ、花型のね、私隠しちゃう、隠しちゃう、マリナちゃんも、まずは、これ何やってるんですか、皮を剥くと、はい、ゆで卵をいきます、はい、どこでしょうか。ここ、あ、大丈夫大丈夫、こういってこういって、もう適当にその辺は合わせちゃいましょう。はい、いった、さあ、はい、うまくいくかな、はい、せーの、パッカ、あ、すごい綺麗、マリナちゃん、やっぱり細かくやった方がほら、はいはい、すごい、ごめんね、先生汚くて、はい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 、そうそう、こうなります。これをお弁当にこうやって入れてもいいかな、今ちょっと入れちゃえばいいんじゃないですか、ちょっと入れてもらえばまた彩りが、そう、じゃあ隙間のところに、マナちゃんの綺麗な方入れるの、こっち綺麗だと思う、うん、ちょっとカエさんの汚いな、マナちゃんのもらっちゃおう、いやいやずるい、マナちゃんのもらっちゃおう、いいんじゃない、綺麗だから、みんなそれでまた持ってきてください、はい、でここにさ、ごまちょろっと振っても美味しいよね、きっとね、ごめん
まあ、卵巻き。今先生の。はいはい。卵、これは。これ先生のね。マリナちゃんが切った卵をもらいました。はい、切りました。まあ、すごーい。はい。和田さん持ってきてください。はい。すごい。来月は
男子用の、この人の弁当作ったことないから分かんないなでも頑張る、はいはい、ありがとうございました。あ、99人見てます。すごい恥ずかしい。さんの高視聴率で、はい、よかった。はい、いいですかね、うん、あ、次は食べるとこも見たいですね。あ、そうですね、そうだね、ちょっとまあまあいい感じで、うん、まあね、次男子弁当なら食べる人も近いでしょ、来てもらって、うんうん、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。来月も。あとね、あれストラップ、あと携帯クリーナーなんですけど、あのサンポーツのホームページからあの応募ができます。で、問い合わせフォームがあるので、そこからあのこの今日のニコ生を見たと、あと携帯クリーナー欲しいですっていう、あの2項目をあのフリーの欄に書いていただければと思います。そしたら、ね、問い合わせからね、うん、で返事させていただきますので、良ければお待ちしてます。社内の人はもらえないので、一般のお客様用です。はい。